こんばんは、ペケです。今回は東京都大田区で起きた架橋沙希について考えていきたいと思います。架橋は実の娘を1週間以上も放置していた点、部屋から出られないようにソファーでドアを塞いでいた点など心が苦しくなる事件です。私個人の意見も含んでおり、誤った情報もあるかもしれませんがご了承ください。事件の詳細です。2020年6月、東京都大田区蒲田の飲食店勤務、架橋沙希当時24歳が自宅マンションに自身の娘であるノアちゃん当時3歳を8日間放置した事件です。ノアちゃんは脱水症状と飢餓が原因で力尽きています。6月5日、架橋は居酒屋で知り合った男性、元同僚との言う情報もありますと会うためにノアちゃんを自宅に一人残し鹿児島へ向かいます。架橋はノアちゃんが部屋から出られないようにドアの外にソファーを置いており、トイレにも行けず冷蔵庫やキッチン、水道に水を飲みに行くことすらもできない状態にしていたと思われます。部屋はゴミが散乱しており、悪臭を放ち食べるものはなかったそうです。架橋は6月5日から8日間鹿児島の男性宅やホテルなどに泊まっていました。そして6月13日15時頃、架橋が帰宅すると部屋のマットレスの上に横たわり力尽きたノアちゃんを発見。約1時間後の15時55分、架橋は自ら119番通報、娘が息をしていない、一緒にいたけど数日前から体調が悪くご飯を食べなかったと嘘の通報をしています。架橋は通報までの1時間の間にノアちゃんの汚れたおむつを交換したり、体を拭いたり、育児をしていたかのように装い、さらには鹿児島の男性との LINE のメッセージを消去、偽装工作をしていましたが、マンションエレベーターの防犯カメラに6月5日架橋が一人で外出する様子や13日に帰宅する様子などが映っていました。警察には飲食店に勤務していることを隠し、鹿児島からの飛行機が満席で帰ってこれなかったと供述。警察関係者は今このご時世に飛行機が満席なはずがないのにと語っています。ノアちゃんは解剖の結果、胃の中は空っぽで、飢餓と脱水症状が原因で力尽きたそうです。体つきは極端にやつれてはいませんでしたが、平均の3歳女児の体重より3キロほど少なかった。体にあざなどの跡は見当たらないとしています。架橋沙希。架橋は宮崎県で生まれ、幼少期から児童養護施設で育ち、高校ではバレーボール部に所属、同級生は明るく人見知りしない性格だったと語り、宮崎県の高校を卒業後上京し結婚、ノアちゃんを出産します。間もなく旦那と離婚。架橋は元夫の暴力が原因だったと話しているそうですが、事実かは不明です。周囲には家族と同居していて、ノアちゃんの面倒を見てもらっていると偽っていたそうです。架橋は SNS に写真などを頻繁に投稿していましたが、自身の楽しそうにはしゃぐ姿は写っているものの、ノアちゃんとの写真はほとんどありませんでした。これは SNS で子供の顔を流出させてはいけないための配慮だった可能性もありますが、友人は LINE で写真の交換をするときに、いつもノアちゃんが写ってないのが不自然だったと話しています。友人に子供がいるからパチンコに行けない、弾けて遊びたい、すごくかっこいい彼氏がいて子供がいなければ一緒にいたいと、育児には興味がなさそうに愚痴を言っていたそうです。現在も架橋に反省の様子は見られていないということです。ペケの考察です。事件の報道を聞くだけでいたたまれない辛い事件です。前提としてこれは許されない行為であり、8日間も3歳の子供を部屋に閉じ込めていたらどうなってしまうのか安易に想像できると思います。なお似ている大阪二次事件では殺人罪が適用されています。ノアちゃんにとっては自分を放置し男性と遊んでいる母親でも、自分の母親は母親であり、お腹も空いていて喉も渇いている中、一人ぼっちで真っ暗の部屋の中でも母親が帰ってくることを最後まで楽しみに待っていた。いつか母親が必ず帰ってきて抱っこして美味しいご飯を食べさせてくれるはずだと最後まで信じていたと考えます。そしてなぜ自分の娘に命の危険があることがわかるのに放っておけるのか。そんな中でいくら楽しいことをしていても我が子を思い出し心配じゃないのか。架橋が帰宅した際に偽装工作としておむつを交換して体を拭いてあげたのは、せめてもの母心だと思いたいです。偽装工作ではなく、ノアちゃんへ優しさとしての行為であってほしいです。そして子供を育てるお母さんは大変な苦労があり、社会の対応の遅れなどフォローしきれていないのも事実です。
これはシングルマザーに限ったことではなく、まあ、コメント等でもいただいたのですが、妊娠するとホルモンバランスが崩れ精神的にも不安定になり、その流れから休むこともなく出産、夜中3時間おきにミルクをあげたり、おむつの交換や夜泣きなど育児をするのは生半可なものではありません。そして時には子供に強く当たってしまったり、自分の思うように気持ちを伝えられなかったりして反省することもあると考えます。それ自体は私はいいことだと思います。同年代の友人が身軽に遊んでいる姿や仕事に懸命に取り組む姿を羨ましく思うこともあるかもしれませんが、子供を授かり、子供から学び、そして親になっていく、周囲からのフォローや子供と真剣に向き合う中でお互いに成長していくことは私は立派なことだと考えます。今後このような事件が起きることがない社会に、周囲が異変に気がつき対応できる社会になってほしいです。皆さんはこの事件どのように考えますか？母親の行動に無責任さを感じますか？社会に問題があると考えるのか？母親の気持ちも少しは理解ができると考えるのか？しかしどんな状況であってもノアちゃんには罪はなく、守らなければならなかった命だと考えます。名探偵ペケでは未解決事件や行方不明など皆さんと一緒に考察していきますので、チャンネル登録お願いいたします。ペケでした。